みんな、世にも珍しい冷凍のお寿司の自販機が新しくできたって知ってる？情報によると握りたてのお寿司を特殊機材で瞬間冷凍して出しているとのこと。これが普及すれば24時間好きな時にお寿司が食べられるような未来が来るかもしれない。薄暗い市場内を数分歩くと噂の自販機を発見。最近流行りのラーメン自販機と同じタイプ。そんでもって価格はちょっと強気な1500円。お金は惜しいけど、今回は冷凍自販機寿司が果たして美味しいのかを検証していきたいと思います。早速お家に帰って開けてみると、中はカッチカチ。正直これで釘でも打てそうな硬さ。注意書きによると、常温で3時間の解凍が必要とのこと。気を取り直して再度オープン。冷凍なのにネタにツヤがって見るからに美味しそう。一口食べてみると、意外にもネタの味がしっかり。シャリの食感がちょっと気になるけど、ネタ的な面白さを考えると100点でした。